2016年4月17日、中国のポータルサイト Qiao Zhou が日本人の秩序正しさについて伝える記事を掲載した。記事では、日本人は行列を作るのが好きで、列に並ぶのが得意であることは世界が認めるところだと紹介。もしみんなが並んでいるところで列に並ばない人がいると大声で文句を言うことはないが、極めて得意な目で見られると伝えた。また、災害に面しても秩序正しく、救援物資の毛布などもきれいに畳まれて置かれていると紹介した。これに対して、中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。日本のいいところは学ばないとな。以前は日本のすべてをボイコットしていたが、今はちょっと大人になって冷静に考えたら少しも反日にはならなくなった。俺も列の割り込みをする人のことが非常に頭にくる。いつになったらここの民度は上がるのだろう。汚職役人があんなに多いんだから社会が良くなるわけがない。民度の向上には何代もかかる。我々は今努力しているんだ。ここではルールを守りすぎて臨機応変さに欠けるとやってはいけない。俺たちにもいいところはある。むやみに貶めるべきではない。自分は日本に行ったことがないが、日本人に接したことのある人はみんな礼儀正しいという。そんな日本人がなぜ侵略を起こしたのか理解に苦しむ。